スタートしましたまず芝の上先行争い、まだ広がっています、わずかに6番、シバージそして8番、マジカルスペルが出てうちは4番、鈴鹿フリオーソダートに移ります。 4番、鈴鹿フリオーソが先頭に立って6番、シバージ2番手8番、マジカルスペル3番手です、2番審査の4番手グループが5番、グッドラックサマーを追い上げて1番、イダ・ペガサス2番、バレッティスコッチポジションが下がって外は14番、フィールドセンスこの馬群差がなく11番、バーンフライ7番、フォーハンドレッド1 5番、スウィングビートと大きな集団になりました中段、中段よりも後ろに13番、トワイライトタイム12番、クレマンダルザス中段、後ろのインコース9番、ショーム残り 1000m 切りました。 後方2番手が3番レッドオールバース最後方 2, 2馬身3馬身相手10番のシュナウザーです3コーナーのカーブに入っています先頭は4番の鈴鹿フリオーソ警戒に逃げてリードは2馬身半34コーナー中間2番手単独6番シバーチ8番マチカルスペルが3番手これから4コーナーです4番手インコース1番イダペガサス600を切ります並んで5番グッドラックサマー そのあとのグループ、外からピンクの帽子2頭、フィールドセンス、そしてスイングビートが押し上げて4コーナーから直線、先頭4番、鈴鹿フリオーソ、依然逃げてリードは2馬身、しかし差がどんどん詰まって。 6番のシバージが先頭に変わって坂の上りです現在3番手8番マジカルスペルムチが入って2番手に上がるか4番手は一戦で14番フィールドセンス5番のグッドラックサマー内から2番のバレッティが伸びてくる坂を上り切って200を切った6番シバージが先頭2番手8番マジカルスペルですが後続殺到2番バレッティさらには15番スイングビート14番フィールドセンスこれらが前へ迫っていく8番マジカルスペル外から15番のスイングビート並んでゴールずかに8番のマジカルスペルが制しました15番スイングビートは日 着までそのあとも差がなく6番、シバージ14番、フィールドセンス2番のバレッティとほとんど差がなく続いています。